私はなしかなって、なんか結婚っていうのがすごい曖昧になって、これからの世代とかも結婚しなくてもそういう感じになる人が増えるんじゃないかなって。ありだと思います。みんなそれぞれなんかあるし自由かなって思います。ありですね、まあ、今から事実婚にしてほしいって言われたら、まあ、娘のこともあるんで、まあ、僕はちょっと反対するかもしれないですね。お互いが自立して生活できてるんであれば成立するのかなと思います。一般人の方ではなかなかいませんけど、芸能人の方だったらいいのかなって思います。それは別にありだと思います。自分はちゃんと結婚したいですけど、はい、人が思うには別にいいんじゃないかなっていう感じですね。私はね、そうしたかったの。だけどそうもいかなかった、諸般の事情により。だから抵抗はありません。同じくあっていいと思います。国によってそういう法律も違うので、ご結婚された場合は、まあ、そういうこともあると思いますので。我々の従業なんで結構多いですよ。戸籍入れた方がいいじゃないっていう意見も、そういう人たちに向かって言っても30年ぐらいっていう人もいます。でもみんな勇敢よね。本当に変わっていってると思います。